日本鹿児島県薩摩仙台市青山町青山町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町青山町、川内市青山町。郵便番号は 895-0044? 人口は1071人、世帯数は420世帯。薩摩仙台市の本土側の西南部、熊野城川市流木畑川の流域に位置している。 麻生駅の北方には、宮里町、熊野城町、南方から西方にかけては、市菊式の市荒川、南方から東方にかけて都町、西方には、高井町、東方には、中福良町がそれぞれ接している。麻生駅の南端部を、鹿児島県道三百十三号荒川川内線が、東西に通っており、その沿線から、急梁斜面にかけて木、木場に青山、乗り越、し、高換、 堀の内のご集落が所在している。阿佐駅の東部には、薩摩仙台市立青山幼稚園、青山保育園、川内地域職業訓練センターなどの公共施設が所在している。青山町という大技名は薩摩郡川内町大技にしての生じ青山に由来している。青山という地名はこの付近では、戦国時代に青山名という地名が見えており、天正2年の 上井各県日記に、青山の地名が見えていることが初見とされている。近世には、熊野城の西手村の字となっており、その後は、村としても、大技としても1940年に、大技にしてから分割されるまでは、青山という地名は見えない。また、戦国時代の青山名の区域は、後の熊野城村、大技にしてあざ青山の区域にあたる。 1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め小波区域変更により、大技にしてを廃止しそれの区域中時、船田、下、島田、島田、うさぎ殿、山、新田、原田、六殿、堀切、大仙、堀内、穴子、桜、豪安、園内、浦田、松本、園田、川地 ゆかなみ、しょうい、おか、したのだん、しゅうだん、なめ、うえのだん、こみね、こうかん、やなぎはさま、いわ、せと、うちりこ、しらいし、たきした、ことぎ、ささかわ、まだら、すぎやす、じょうしんでん、てら、しげる、ふたせがわ、しも、きば、わらびや、こめすだいら、きゅうみはら、としなかがわ、いでだいら、きばだに、ぶんきあん、におち、あらぼう、うえの、 平原屋の区域を、青山町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町大和西区の内、朝麻船田、下、島田、島田、佐ぎ殿、山、新田、原田、六天、堀切大仙、堀内、穴しかくら、公安、園内、浦田、松本、園田、河内、ゆかの松下の段、中段、ラ上の段、小峰、 交換柳葉様、岩、せ、内里子、来し、滝下し木ほとぎ、ささかま、まだら、すきやす、超新伝、寺ら、し、げる、ふたせばば、しも、き、わ、わ、たびや、こめすたいた、きゅうみはら、なきかわ、いだに、分岐庵、に、おち、あっぼう、うえの、へいの、全域の区域をもって、川内町の町、青山町、 設置された。翌日の二月十一日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。九百九十三年に都庁あざ南及び、地本領の各一部を青山町に編入し、青山町あざ、原田の一部を都庁に編入した。二千四年十月十二日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、 上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとすると協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。麻生駅内には鉄道は通っていない。最寄りの駅は熊野城駅である。ありがとうございます。